海老蔵さんが京都南座で上演中の舞台源氏物語、今回初めて歌舞伎とオペラと能楽、この3つの異なる伝統芸能を融合させ新しい一つの作品を作り上げました。その狙いとは。私は一人の人間として人を愛し愛されてみたい。京都南座で上演されている源氏物語、今回の舞台は異例尽くし。私は源氏物語の作者紫式部が舞台に登場したり、海老蔵さん演じる主人公光源氏の心情をオペラ歌手が歌ったりします。オペラ歌手アントニー・ロス・コスタントさんと異色の共演を果たしました。アントニーさんはアメリカ・ニューヨークにあるメトロポリタン歌劇場のカウンターテナー、世界に数ある歌劇場の最高峰で活躍する人物です。先月アントニーさんが初めて稽古場を訪れました。テノールより高いカウンターテナー、アントニーさんの歌声を初めて生で聞いた海老蔵さん。感激した海老蔵さんからこんな提案が。あの人をあそこで歌わせとくのはもったいない。絡みたい、あの歌でなんか源氏さん踊った方がいいじゃん。さらに常に問題になるでしょ。だからなんか全体的にそのイメージ同じになっちゃうんで、一つクッションを変えたいなというのが希望が残ってる場所に行きます。で、同じ心境でそれをこう見てほしいかな。やっと大丈夫。I agree. Yeah. じゃあ、そういうこと。海老蔵さんはなぜオペラと融合させようと思ったのでしょうか。歌舞伎もオペラも大体400年の歴史があると。歌舞伎ってことを言うと日本国でしか演じられないですね。じゃあバレエとかオペラとかは、全世界にいらっしゃいますよね。オペラバレエって例えばどこの国でやったとしても皆さんのある程度理解されるものである。だけど歌舞伎とかそういったものはこの島国に出てきたもので言葉すら違う、そういったものでかなり大きな壁がある。少しでも海外の方々に歌舞伎というものの面白さ、歌舞伎というものの奥ゆかしさ、日本の人間の心の機微、そういうのを伝えられるようになればいいなっていうことで。